皆さん、こんにちは。今回は自民党裏金、非公認候補への2000万円支給報道に石破茂首相が逆切れについてネットの反応とニュースを紹介します。ぜひ最後までご覧ください。今回問題となっているのは、選挙公示直後に裏金事件で非公認になった候補が支部長を務める党支部にも公認候補と同じく2000万円の政党助成金が自民党本部から振り込まれたという事実です。石破茂首相は広島市での街頭演説でこの問題について初めて言及しました。首相は党支部に出しているのであって非公認候補に出しているものではない、そのようなお金を選挙に使うことは全くないと述べ、報道に対して誠に憤りを覚える、報道、偏った見方に負けるわけにはいかないと語りました。つまり資金は党支部に出しているものであって非公認候補個人のためではないという説明です。この発言は一見筋が通っているように聞こえますが、政党支部は事実上候補者が管理しているケースが多く、支部に振り込まれたお金が結果的に選挙活動に使われる可能性があるという指摘もあります。これに対して野党や一部のメディアは強く批判しています。特に非公認であるにもかかわらず公認候補と同額の助成金が支給された点について偽装非公認ではないかという疑念が持たれています。つまり形式的には非公認でも実際には党の支援を受けているのではないかという主張です。政党支部はしばしば政治家の財布と揶揄されることがあります。これは支部に支給された資金が個人の政治活動や選挙に使われることが多いためです。このため非公認候補の選挙活動に使われるのではないかという疑念が生まれているのです。この問題は選挙の結果や政治に対する信頼に大きな影響を与える可能性があります。特に政党助成金の使い方や選挙資金の透明性が問われており、今後もこの問題は長引くことが予想されます。ネットの反応がこちら。それを人はへりくつという。こういう言い訳するから支持を失うんだよ。結果的に候補者へ渡る金だろ。何が憤りだよ。そうなると筋を通すためには公認候補を立てろって話にならないか。支部に公認候補者がいないのに党勢拡大って何？以前の石破ならこんなことは言わなかった。総理になった途端これダメだこりゃ。自民党公認候補がいないなら選挙活動自体がないはずなのに、支部に金配る意味は？やっと安倍の気持ちが分かったか。今まではメディア側に立って安倍批判してたのに、裏金で飛ばしたやつに裏金配るとかいうギャグ。ま、石破さんが終わった瞬間かな。これ、最低でも謝罪のコメントで終わらすべきじゃないのかね。逆切れ総理大臣。石破って総裁選から全て間違ってるよね。党内野党と言われていた石破だが、総理になってから日に日に元の自民党の色に染まりつつある。というか、私たちが期待した自民党を変えてくれるというのは幻想に過ぎないということが分かった。これだけ国民を舐めた話はない。開票結果を今から楽しみにしている。この問題はネットメディアだけで盛り上がるだけでなく、テレビでも大々的に報道してもらいたい。自民に対して支持不支持とか持っていないが、テレビでの扱いが小さいのはどうしてなのか。ネットメディアはこの件に関して各局の報道時間などを調べて載せても興味深いものになるかもしれない。どの政党が正解なんだよ。石破の本性がホロホロバレて面白いな。どんなバカな国民も自民党は所詮自民でしかないと理解できただろ。ところでルールを守るって言葉虚しくないんですか。非公認なのに応援もするし金も出す、非公認ってなんだ。結局自民党は世間との感覚のズレに気づいてないんだよな。選挙に使うことは全くないとか無理筋にも程がある。憤りを感じる。どの口が言ってんの。裏金や本件についての国民の憤りはいかほどか。微力ながら自分の意思を選挙に反映できるよう必ず投票に行きます。
党支部に出しても裏金議員に活動資金が行ったら非公認にした意味がないでしょう。何のために非公認にしたのでしょうか。国民へは非公認にして処分したと見せかけて実際は裏で支えていた、そう思われても致し方がないことです。選挙前に明らかになったことは良いタイミングですから、こうしたことも考慮に入れて改めてどこの政党にするかを考えて選挙で一票を入れた方がいいでしょう。資格を出さない時点で茶番なんだよな。やばすぎるだろこいつ。石破って総裁になってから嘘しか言ってない。日本国民は石破に憤りを覚えてるんだよ。裏金に裏公認に裏ルール、裏しかないおもてなし、自民党です。国民にもう少し説明してもいいんじゃないかな。何が何だかわからないよ。まだ投票してないけどやっぱり自民党はないね。だったら非公認候補を支部長から解任しろよ。石破はむちゃくちゃ、誰が信じるだよ。石破に投票してた人マジで恥ずかしくないのか。さすがに石破の逆ギレ、これは完全に逆効果やろ。非公認だけど選挙資金としても使うことができて、領収書の提出も不要な資金を渡したんだろ。今回の問題に対する石破首相の発言は疑念を払拭するには不十分に思えます。国民にとって信頼できる政治家が重要であり、このような疑惑が続く限り政権への信頼は揺らぎます。一日も早く日本の国益のために働いてくださる新しい首相が選ばれますように。給付金や補助金は渋ってなかなか出さないのに、活動費は渋らないで出す総理、こういう問題があるから断るやら遠慮するとかせず、お金がないからもらって当然とばかりにもらう議員ばかりの自民党、この政党に日本を改善できるわけがない。総理も強固の姿勢で断れば、まだしもそれはしない。自民党の得意な言い訳弁論、自民党に政権を任すような投票を決してしてはならないことを国民は知るべきだ。俺の周囲の自民党支持層は完全に諦めムードになってる。自公で過半数割れなら石破氏は責任を取ってすぐ辞任して総裁選をやり直すべきという意見が多数を占める。今まで野党気分で来たツケをここで払うんだよ石破は。全部な。どこに国民の共感と納得がいく政治をしていく姿勢があるんだ石破君。そもそも政党助成金は選挙に使わないと言ってたわけで、公認でもダメなのでは。公認候補の経費はわかるけど、候補のいない支部で2週間で2000万って何に使うのか教えてくれよ。どこまでずれてるんでしょうか。早くこういう人たちが政界からいなくなることを祈ります。国民が体を動かし働いて稼いだ税金を当たり前のように選挙のためと言って仲間に配り、何とも思わないでもすら起こさないおとなしい日本の有権者の皆様、10月27日は必ず投票に行きましょう。国民の力で日本を守りましょう。ご視聴ありがとうございました。皆さんの感想もコメント欄で教えてください。高評価、チャンネル登録お願いします。